か偉い年代もの。ただの駐車場か。こんなのあったっけな前。今何の操作してるの？でも作田層、これ大丈夫だよ。これはでもこの辺、この右側どれか、この近くだったっけ。あの新しい建物の釣りかな。あれ電池ついてる？これ？あれこの間？あれなくなった？この右か左？右なんもない。トラックがあるか。あれ霧ヶ峰ホテル。うん。作田荘この左かな。でもないかもしれないよ。双葉屋なくね、マジでなくなったのか。あ、この工事のところ、手を変更する。どうした？あ、正面。あ、これほら、柵だそう。あるな。こっち側から見ると崩れてないけど、これ反対側から見ると崩れてる。奴ら巻いてここへ来い。直ってたらびっくりだよね。正面から見ると新しいね。まんまだな。あの時のままだね。でも逆に言えば、あー、ま、屋根いった。この辺はダメだな。なるほど。ちょっとハイビームもう一回正面向けてもらいますので。こらひでえよ。どうしてもでかい山奥なので。で問題はこの建物の左側がもう壁が倒壊してるという。近晴らしい。ちょっと左に向行ってみますかね。どれどれどれ。しかしまあ残留物がみんなそのままだしね。正面から見るとやってるかのように見える。確かに。あとこれ補修されたら、マジで補修されてねえな。やっぱそのされてないっすね。ちょっと見てくる。目の前だけやめますか。どっちでもいいっすよ。この白樺湖行っても。サクッと5分くらい行ってきますでしょ。いや、あの車ここに止めるのはいくらなんでもまずいと思うんですけど。じゃあ反対の近くのホテルの人が通報するかもしれないし。そばの駐車場に。あと最悪の場合これ誰か住んでるから、これこの辺反対側だな。線が見えねえぞ。